こんばんは。始まってるかな。始まってますか。おお。ああ、本当だ、始まってる。こんばんは、こんばんは。皆さん、こんばんは。小沢直樹です。よろしくお願いします。ありがとうございます。わあ、なんかすごいですね。去年もやって、今年もやれるなんて嬉しいですね。ありがとうございます。はい、ここにもある通り、あ、ちょっとしぼんじゃってる。僕24歳になりました。はい、でかーい。あ、めっちゃなんかしぼんでる。はーい。わあ。嬉しいです。もう24歳もね、こうやってあの配信で皆さんと一緒にあのお祝いすることができて、もうね、何歳までもあの皆さんと一緒にお祝いしたいと思っております。はい。ありがとう、おめでとう、ありがとうございます。嬉しいですね。はい、ということで今日は特に何も決まらない。はい。たくさんおめでとうが来てますね。あ、本当ですか。あ、ありがとうございます。うわー。嬉しい、ありがとうございますね。はい、チャット、あ、これだ、あ、見て、はい、見えます。平日の夕方だから少ないけど密度は濃いよ。確かにね、確かに平日のもう今まだ18時ですもんね。まあこれはまあ生でね、みんな見てくれる方は見ていただいて、あのアーカイブも残るので、ぜひ皆さんあの見ていただければ嬉しいなと思っております。はい、ということで僕24歳になりましたけど、あ、どうしようかな。もう早速質問を僕はインスタで募集したので、そのインスタ の, あの質問に答えながら、あの、まあ、23歳振り返れればなと思っております。はい、いいですか、こんな、あの早速言っちゃって質問、え、ダメ、抱負とかなんかある、抱負、うん、抱負聞いた、あ、24歳ですか。多くな。まず僕は、まあ、今年23歳であの8月3日か8月3日にあの、ね、ビハインド・ムーンライトをあのリリースさせていただいたので、うん、まあ、24歳は、うん、なんか結構いっぱいあるんですよ、僕やりたいこと。24歳あのね、まだできてないことばっかりだから、多くはまずはもっともっといい音楽をたくさん作ること、うん、そしてそれを皆さんに届けることです、うん、23歳の抱負はあの達成できたんですよ。形として曲を届けたいっていう目標だったんですけど、うん、それをあの実現叶えることができたので、はい、よし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 ので、はい、24歳はもっと曲を作ってもっともっと届けたいですね。届けるか、もっとたくさん。おめでとうございます。ありがとうございます。いいんですか？ちょっと僕甘いもの食べたかったんですよ。チートデイ。なんか大きいのがいいって言ってたんですけど。大きい。高級ショコラにしました。高級よ。質が。そんなことあります？わー。これなんかもうちょい近くで見せよう。いけてます？うん、いけてる。おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあそのまま封しちゃう。はい、じゃあちょっと願い事しますね。うん、はい、いきます。おー、ありがとうございます。確かになんか高級そう。ありがとうございます。美味しいと思うんで。あ、ろうそくの匂い、いい匂い。やだ、めっちゃいい匂い。チョコの方か。さっきね、あのプラチナさんからこれもいただいたんです。もう嬉しかったです。安いやつ。いや、気持ちだから。いや、そうですよ。はい、ありがとうございます。わー、いいですね、この組み合わせ。ちょっと見えないか、ここに置いてると。あは、食べながら。じゃあ、ありがとうございます。あ、じゃあ一口いただきますね。パチパチパチって、皆さんありがとうございます。よし、食べよう。いただきます。
あ、意外と硬いんだ。何これ。あ、何落ちちゃった。え、すごいこれ。え、すごいっすよ。どうなってます。え、わかんない。なんだよ、わかんないかい。いただきます。うん、うまっ。え、なんかこれクリームとか中に入ってないっすよ。でもスポンジみたいな、なんかガトーショコラだ。めっちゃうまい。人気で。あ、そうなんですか。はい。ありがとうございます。スタッフ一同より。な、ありがとうございます。ろうそく長い、そこ。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、これ食べて元気出して今日もうテンション上げてトークポート挑みたいですね、この後の。うー、ちょっと汚れちゃった。ありがとうございます。いやー、ということでですね、また24歳の抱負、あとね、僕は 曲を作って届けるっていうのと、あとよければなんかファンクラブとかファンの名前とかを作れたらいいなって24歳は絶対思います。あとは自分のワンマンライブもね、はい、やりたいと思っております。で、まあ、近々の目標でいうとライブをね成功させるっていうことなんですけど、あとね、まあ、24歳のうちできるのかな、わかんないけど、ワンマンライブとかね、あと自社のライブとかできたらいいなって思っております。はいはい。どこのケーキ、うん、どこのケーキなんだ。渋谷の、渋谷のエンベデンテです。エンベデンテ、エンベデンテエンベデンテ、タコシショーみたいな。エンベデンテです。めっちゃ美味しいです。これ大丈夫ですかね、このまま常温で。はい、でてか緩すぎですね、ちょっと今回。やばい。はい、ということで、じゃあ質問に答えていきたいと思います。イエーイ。はい、たくさんね質問ありがとうございました。その中からね、まあ何個か、まあバンバン答えていこうと思います。はい、あ、これもう言ったな。24歳の抱負、はい、24歳の抱負はファンクラブ作りたいです。と、バンバン、うん、ライブと、あと曲、そうね、もう近々っていうかセカンドシングルを早く出したいと思ってるので、もう絶賛制作中なので、皆さんに早くお届けしたいなっていう気持ちでいっぱいですね。はい、次。最近ハマっているものは何ですか。最近ハマっているものは、あれ好きです。あれ、ハマっているものっていうのかな。あ、また今寒いので、あれにハマってます。バスボム、はい、入浴剤にハマってます。この前浩平くんからラッシュ のキラキラのやつもらって、それはい、使いました。めちゃくちゃ良かったです。はい、あとなんか毎日ほぼ毎日使ってるのは音符っていうなんかバブのやつかな、なんかを使ってます。桃の匂いの、はいですね。あ、これ僕あれ見ながらできねえわ。ちょっとまあいっか。次、最近ハマってることは、こと、もう見終わっちゃったんですけど、ネットフリックスの初恋っていう、宇多田ヒカルさんの曲が使われてるドラマ9話ぐらいのあるんですけど、それめちゃくちゃ良かったです。僕インスタで話したんですよ、インスタのライブで。まだ1話しか見てないけどいい予感がするっていうのを話してて、もうその次の日かその次の日ぐらいにはもう見終わってました。もうめちゃくちゃ長いんですよ。1話50分ぐらいありますもんね、あれ。めちゃくちゃ9話、そうね、もう寝る時間をね削っちゃってよくないですね、よくないですけど、そう見ちゃいました。めちゃくちゃ面白くて、ほんとなんかエモいんですよ。ちょっとこれ、ちょっとこれ
2521っていうあの韓国のドラマもあるんですけど、それもなんかタイムスリップとか過去の話と今の話みたいなこう行き来する話で、初恋もあのそういう系いいなと思いました。なんかエモいなって。昔のなんか僕は使ったことないですけど、あの CD プレイヤーとかこうからこうイヤホンそのままのやつとかはめっちゃあのエモいなとか思ったり、なんか曲のかけるなんか発想とかもらえたりしてめっちゃいいなと、はい、思いました。はい、続きまして、これ動く大丈夫ですかね。サクサクと大丈夫これ大丈夫。はい、今一番聴いてる曲はそれの影響であの宇多田ヒカルさんのオートマティック聴いてます。めちゃくちゃエモいです。エモいマジで本当に。この前インスタライブであれ歌ったんですよ、ファーストラブ。うん、あの弾きながら歌ったんですけど、はい、それもハマってますね。宇多田ヒカルさんのなんかプレイリストをずっと聴いてます、最近。元気で歌えるんですか？ああ、元気は全部ファルセットになっちゃいますけどね。でもなんかそれ元気でも歌ったんですよ、インスタライブで。でもそれもいいって言ってましたね、皆さん。歌えるのすごくないですか？うん、高いですよね、でも宇多田ヒカルさん。もっと頑張りますね、歌。あ、僕の友達のダンサーの田島優希から、はい、何回かストーリーとかにも出てきてるんですけど、バースデー坊主とかいいと思いますって来てますね。あ、ちょっとよくわかんないので、はい、読まなければよかったなと後悔しております。そんな人います？坊主活動してる。はい、次。今後直樹くんが挑戦したい音楽やパフォーマンスは何かありますか？そうですね、まだというかまだ1曲しか出してないのでやりたいことばっかなんですよ、正直なんですけど、まあ、バラードとかね、自分の曲で歌えたらいいなって思いますね。やっぱ僕はバラードが得意なので、まあね、ダンス&ボーカルも得意なんで、まあ僕得意なこといっぱいあるんですよ。おお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 ね、はい、続きまして、直樹くんお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。スタバに行った時に飲むものを教えてください。はい、僕は一択です。アーモンドミルクラテです。はい、しかもアーモンドミルクラテ、ワンショット追加です。あ、そう、うん、え、だよね。知らないですか。ラテに、うん、アーモンドミルクに変更で、そうですね、ワンショット追加ってことですね。はい、で、あのめちゃくちゃ甘いのが僕は好きじゃなくて、飲み物自体がなので、あのアーモンドミルクに変更して、あのでもちょっと甘さ欲しいっていう。なんかシロップも入れてなかったですか？そうです、ホワイトモカのシロップをなんかキュッて入れてくださいって言います、いつも。ちょっとだけさじ加減で、なんかホワイトモカのシロップって言ったら3プッシュぐらい入れられるんですよ、多分。なのでもう半プッシュぐらいでって言って、あのいつも頼みます。で、あの目を覚ましたいのでワンショット追加と、なんか苦いのが好きなんですよ、苦い。なんかなので、はい、最近だからコーヒーの普通に家で作るやつで苦いコーヒーを探してます。なんか苦めの酸味があるコーヒー苦手で、そう、苦いコーヒーを今日も検索してました。はい、次、直樹くんのファンクラブ作ってほしいです、お願いします。はい、あの頑張りますね、頑張ります。今ね、あれってここで聞いていいか分かんないですけど、あのホームページってどうなってるんですか？あ、ダメなんでね。なんかね、ホームページであのブログ書いてたんですけど、僕あのブログ今上げれなくなっちゃってるので、あの皆さんにね、あのたわいもない話をどこで共有しようかなって、あの悩んでる途中なので、はい、復帰次第、復帰次第、はい、はい、
今まではツイッターだったり公式の LINE だったり情報を、はい、やっちゃいます。皆さんにあのね、お父さんにあの何でもないことをなんかどうするんだよみたいな言われて、あ、ファンクラブ作れば一番いいなとか思いつつも、でもファンクラブってね、でまあ、はい今後考えていきたいと思ってます。直樹くん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。大福以外の好きな食べ物を教えてください。別に正直大福が好きってわけじゃないんですよね。僕大福って言っちゃっただけで、この前懐かしいです懐かしいですよね、はい、でも言うて8月に発売して、あの4月に MV 撮ってるから結構長かったなって感じるんですけど、まだ4ヶ月しか経ってないんですよね。そう、そう考えると短いなと思うんですけど、でも結構長かったなとは、うん、自分自身では感じますね。でも4ヶ月っていう数字を見るとそこまで、今新しいなんか SNS やってますよね、キャンペーン。あ、そうですね振りが上手あのキメラダンスの方でレッツダンスっていうあのイベントがあってて、そこであのダンサーさんが振り付けてくれた振りをみんなであの投稿して、あの何ですか、投稿するっていう、投稿して、でなんか最終的には、はい、なんかそのいいその動画を一つ選んで、うん、なんかキメラのそのインスタ内でちょっと表彰されるみたいな。おお、なんかいっぱいありますよね。なんかいっぱい踊ってた、はいはい、踊ったでしょうとか、なんかいっぱいあるみたいなので、ぜひ皆さんすごいね、いや飲めないみたいなね、そういうやつ。小沢さんが作ったのちょっと難しすぎて、多分ファンの方ができなかったんで、ちょっとやりやすい、皆さん挑戦しやすいんじゃないですか。そうですね、本当に挑戦しやすいと思います。はい、ぜひ皆さん挑戦してみてください。はい、もう全部僕は見てます。あの踊ってくれたやつ、めっちゃみんな楽しそうに踊ってくれてて嬉しいです。ありがとうございます。はい、じゃあ次、23歳の一番の思い出は何ですか。はやっぱりそうですね、あ、リリースしたことなんですけど、まあ、リリースしたこと自体全部なんか全体なんですよね、正直。あのまあでも、MV 撮影の時かな、すごく楽しかったですね。もう1日でバーって撮り終えたんですけど、はい、もうなんかすごく感謝の一日でしたね。あの日はもう皆さんがもうめちゃくちゃ動いてくれて、ああ本当に僕はね踊って歌うだけで本当にありがとうございますと思いながら撮影しました。すごくあのいい、たくさん綺麗な景色を見させてもらって、はい、すごく楽しかった思い出があります。はい、次、24歳になって最初に食べたものは何ですか。作り置きしてた豚汁です。豚汁、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 豚汁派と豚汁派が、そうなんだ、いるんですね。ああ、豚汁です。あ、豚汁です。はい、そうですね、もち麦ご飯と豚汁です。はい、僕が新しく買った炊飯器、あ、人生で初めて買った炊飯器と鍋で、はい、美味しくいただきました。はい、お母さん伝授の豚汁ですか。あ、いや、オリジナル、お母さん、あ、いや、ただ あれですね、煮て味噌溶いただけです。うん、うん、はい、そうですね、特に変わったことないですね。でも料理に困ったらいつもお母さんにすぐ電話をします。うん、お母さんも上手ですか。お母さんは上手ですよ。もうお母さんは、まあ上手、うん、いや好きです。一番やっぱり手料理がお母さんの、まあでもお母さん忙しいんですよ。お仕事をね頑張ってるので、忙しいのでですね、はい、いつもありがとうございます。本当にね、早く実家に、福岡に帰りたい。そう、24歳の抱負、福岡に帰りたいはい、次、今年の自分への誕生日プレゼントは何を買う予定ですか。何買おうかね。また今回も香水な気がします。はい、今
なんか最近見つけたのが、あの僕のあのプリューの時の知り、あの友達で草地亮乃っていう子がいるんですけど、あのこの前舞台に見に行かせてもらって、その後ちょっと会ったんですけど、あの亮乃がつけてた香水がめっちゃいい匂いだなと思って、何なのって聞いたら、あのティファニーだったので、あのそれをあの昨日あの香りに行きました。まだ買ってないです。はい、それを今狙ってますね。はい、次なんか喋りすぎて声がガサガサなってきた。うん、イヤホンガンガンゲームまた見たいです。はいね、一人だからできないよね、マジで。こういう時にやっぱグループっていいなって思いますよね。ね、本当に。だから、あのまた、そうですね、あ、そうです、プラチナさんの YouTube であのイヤホンガンガンゲームさせていただいて、僕もう面白かったですし、もう本当楽しかったです。なんか今ビリッティングしてる。大丈夫ですか？ほら、はい、はい、なので、あのまたあのコラボできる時とかあったら、あのやりたいと思います。はい、今何分ですか？23分。まだいきますね。コメントとか読みながら。あ、そうですね、ちょっとよいしょ。何歳になったんですか？24歳です。はい、はい、ありがとうございます。遅くなりました。あ、全然、いらっしゃいませ。大丈夫？僕こうなんかいつものインスタライブぐらい緩いんですけど。さっきなんかコメントで緩いのはいつものことって来てました。本当ですよね。いや、せっかくこうやって見てくれるからちゃんとしたいんですけどね。あ、これジャスミン茶でいいです。ルイボスティーがなかったんです。風船頭に乗っけてビッキーみたいにしてください。スクショタイムシュールじゃないですか。お、いいですね、綺麗ですね。こうありがとうございます、本当に。ハッピーバースデー。ゆるいのが好きです。あ、あと今日渋谷ビジョンありがとうございました。あのコメ、あの渋谷のね、あのメッセージ、はい、ちゃんと見ました。ありがとうございました。はい。あとプレゼントも皆さん送っていただいてありがとうございます。嬉しかったです。あの後でゆっくりね、あの手紙とか今日あのいただいたので見たいと思います。ありがとうございます。はい、続きまして。今年一番聴いた曲を発表してください。お、あの最近流行ってますよね。どれ、なん、なんだ、自分の一番聴いた曲が分かるっていう、 Apple Music とか、あの Spotify とかでも分かるんですよ。そういうアプリ、アプリというか、そのもう Apple Music とかでもう分かるんですよ、自分がどれを一番聴いたかって。で、面白かったんですけど、一番聞いたのがビハインドムーンライトでした。当然、大事。多分、予想なんですけど、多分練習の時にいっぱい流してたんですよ、うん、アプリミュージカルで、ミュージックで。だから、はい、なぜか1位にありましたね。ちょっと恥ずかしいですよね。ちょっと恥ずかしいですね。自分の曲めっちゃ聞いてるやんみたいな。ちょっと恥ずかしい。で、2位がそれのインスト。練習してる。めちゃくちゃ練習してるやん。で、3位がアルタ・ショウタ君の今でした。はい、あのザ・ファーストで一緒だったショウタ君のね、今を聞いてましたね。で、4位がダ・パンプさんの Dream on the Street。はい。で、5位がカム・アゲインでした、ブルームの。はい。で、6位がバイグッバイでしたね、 BE:FIRST。 はい、ここぐらいにしておきましょうか。はい、なのでこう周り、みな、周りの皆さんの曲を聴いてるっていう感じなんですかね、もしかしたら。はい、ライジングの男性陣、許して多いよね、らしいですよ。
坂道踏めたくらいじゃないですか。みんな緩いよ。みんな緩い。バイ。みんな緩いですか？うん。マイペース。マイペース、確かに。マイペース。小沢くんからマイナスイオン出てる。出てるかな。僕は今ちょっと暑いですけどね。いい感じにテンション上がってる。はい。次。子供の頃からお誕生日に食べる小沢家の特別なものはありますか。ないですね。ないけど、いつもお母さんが明日何食べたいって言ってくれて、でその時に食べたいものを言ってみたいな感じですね。で僕は小さい頃はフルーツが苦手だったので、チーズケーキかチョコケーキを食べてました。うん、そうですね。はい。まあ、お母さんが作る、僕お母さんが作る料理で一番好き、最近好きだ、最近っていうかなんか後半って何なんだろう、実家暮らし後半の好きなのは、お兄ちゃんも僕もビーフシチューが好きだったんですよ。でビーフシチュー好きだったんですけど、ちっちゃい頃はあのチーズを春巻きの皮なんかに入れてなんか揚げるやつ、パリパリのやつがもう大好きすぎて、お弁当には絶対それが入ってました。はい、もう大好きなんですよね。お母さんあの1月のライブにも来てくれるみたいなんで、うん、すごく楽しみです。お母さんは1月誕生日なんでね。ああ、そうですね、楽しみです。はい、ということで、あ、28分ちょっとコメント見ましょうか。もしなんかブルームが食い込んできてて、すごい確かにね、もし質問今あればそこで答えたいと思います。ちょっと待ってね、僕コメントで質問も集めつつ。そうですね。ちなみに今日誕生日になって一番最初に会った人は、おめでとうって言ってくれた。会った人ですか。会った人でも、まあ、連絡くれた人です。一番は父だった気がします。父親だった気がします。はい、お父さんと電話しました、うん、お母さんとも電話しました、うん、でお母さんの横にも兄ちゃんがいました、はい、電話しました。はい、家族ですね。あとは友達もあの言ってくれましたね、いっぱいありがとうございます。あとあの演出家の山口さんもあのハッピーバースデー送ってくれましたし、ふなさんも送ってくれましたし、あと皆さん送ってくれました。ありがとうございます。もうね、嬉しいです。でも昨日はね、もうあのインスタライブやってからもうすぐ寝ちゃったので、もう朝返しました。はい、お母さん世代なのでお母さん大事にしてくれる発言嬉しい。お、そうなんですね。あ、戻りました。あ、そうですね、皆さん、あの、あれですもんね、平日ですもんね、18日って今何してるんですか。逆にね、逆に帰ってる、帰ってる途中とかかな、はい、8時に、あ、じゃあ6時に終わって、うんうん、その帰宅中みたいな人が多いんじゃないですか。うん、あの、嬉しいです、その途中に見てくださって。もうね、長い電車の中で見るような動画ですよね、これ。なんか、ゆるすぎて。今、夕飯食べてます。夕飯た、おぉ、いいですね。僕、今日何食べようかな。何も決めてなくて。でも、この後トークポートあるので、あ、この後トークポートする皆さん。楽しみだね。うわぁ、何の話しようかね。1対1でおしゃべり。はい、1対1でビデオ通話させていただきます。ぜひ皆さん、まだ枠あるのかな？あの多少残ってる。多少残ってますか、はい？はい。ぜひよろしくお願いします。よかったら。
マジで4トンの準備の時間ないです全然もうあれでいいよ。スマホでできるんですよね。何ですか 4トンあのトークポートって。あ、できますできます、はい、もうこういうもうね、帰りながら歩きながらね、歩きながらできますよ、ね、もしお仕事中だったらちょっとおトイレにとか言いながら。あ、トイレでいいですね、あ、いろんな方いて面白そうですね。はい、そうですね、残りちょっとわずかなので、はいはい、今悩まれてる。ああ、ぜひ、はい、皆さんトークポートよろしくお願いします。悩まれてる方いたらぜひ、これ僕新しく買ったんで、このニットなので皆さんお願いします楽しみですって、僕も楽しみです。仕事からの帰宅中、娘を塾に迎えに行きつつ見ています。娘と見たかったな。おお、お疲れ様です。迎えに行ってるんですね。気をつけて行ってきてください。ハッピーバースデートゥユー、サンキュー、カムサンミダー、ありがとうございます。はい、何分ですかね。もう成長カフェカムサンミダー、小沢さんの韓国語聞いたことないかもしれないですね。ありがとうございます。小沢のおきみだ。저는아일본사람이에요아제가아티스트하고있습니다네아그리고오늘생일이에요네제가네또어난뭐라나아또제가한국어더열심히공부하고싶습니다네이런이런이렇게네持っていいか。小沢直樹です。日本人です。今日は僕の誕生日です。うん、あの韓国語こんな感じなんで、もっと勉強したいと思いますって言いました。すごい。はい。でもドラマ見てたらね、自然と多分覚えると思いますよ、皆さん。覚えますか。すごい。あ、香港の鈴子さん、あ、鈴子さん、ありがとう。寄せ書き参加してくれました。たくさんの参加してもらえてよかったです。はい、ありがとうございます。さっき見ましたけど、まだ一つずつこう、ね、細かくは見れてないんですけど、こんなにたくさんの皆さんがあのお祝いしてくれて本当に嬉しいです。まあ、24歳ね。24歳ですよ。どうします、やばい。何やばいです、焦り焦り、いやーもう僕が24だなんて信じられない。まあお兄ちゃんが27になってた時に、うわ27やと思って、僕、いやそうすると僕は24だってなるんですよ。いつも自分の年齢ではなくて、お兄ちゃんが年取るごとに思うんですけど、はい、もうなんか別に27っていう文字はそうでもないんですけど、お兄ちゃんに27がつくとちょっと嫌ですね。いや、お兄ちゃんが年取っていくのが嫌だ。お兄ちゃんが27だとおじさん、普通の27歳はおじさんじゃないです。あ、お兄ちゃんだと、わかります、まあ、そうですね、小学校の、ね、記憶とかで、そう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 、まだなんか僕は学生気分なのでお兄ちゃんが27ってなるとちょっと大人だなみたいな、なんかおじさんだな、もう嫌だなってなります。お兄ちゃんも多分同じこと思う。そうかな確かにやだな。独学ですか。あ、韓国語ね。あ、はい。あ、でもあの高校の時に1時間1時間じゃない、週に1時間あの授業がありました、韓国語の。ハングル書く。 What's your name? My name is Naoki Ozawa. Nice to meet you. 英語はね、僕英語はあの僕の高校はあの総合学科っていう高校で、大学みたいにあの授業を選べたんですよ。だから僕音楽 週6時間ぐらいしてたしあの間違えてあの英語を18時間ぐらいしちゃってて、全部寝てましたけどあのいやでもなんか英語表現とか英語コミュニケーションとかあるじゃないですか。であれをまあ、取らなきゃいけなかったから取って、
で異文化交流っていうなんか科目があったんですよ。だから異文化交流めっちゃ楽しそうやんと思ったらただの英会話でした。うん、それで僕は8時間ね、あの毎週英語をやってましたけども、英語は分かりません、未だに。はい、韓国語の授業楽しそう。楽しいですよ。でもね、なんかね、先生が優しかったからこう楽な授業ってみんな思ってたみたいで、あのだいたい寝てたんですよ。でも韓国好き の, あの列みたいのがあって、僕韓国好きだったからそこの列だけ盛り上がりながら韓国語 の, あ の, あの勉強してました。はい、すごく僕は一番楽しい授業だった思い出があります、韓国語の授業。はい、お会いにかな、これは。はい、そう、異文化交流、まあ、英語もねたくさんしました。でも英語ね、いつかっていうかちゃんと勉強したいなと思っております。かっこいいじゃないですか、英語喋れる人。うん、あといつも歌詞でね迷うんですよ、英語これ合ってるのかなって。はい、いつもね英語が得意な友達とかに聞いたりするんですよね、その時に。だからこの手間省けたらいいのになと思いつつ、うん、はい、英語を頑張りたいと思ってます。はい、ということで何時ですか、38分、はい、40分になります。いい感じですね。はい、ということで以上質問コーナーでした。はい、まだコメントでね、あの質問とかまだあればあのちょくちょく答えていこうかなと思っております。それでは次は僕が準備した歌を歌いたいと思います。あのね、今回2曲準備しました。あの僕が一つはカバーで、一つはちょっとオリジナルをやってみたいなと思って、はい、今日準備しました。あー、楽しみですね、これは。ちょっと、はい、で最初の曲は僕がやっぱ冬になると聴きたくなる白い恋人たちです。わー、それではじゃあお願いします。Ah, ah, 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 ah.
はい、皆さんどうでしたでしょうか。どうでしたか。あ、ありがとうございます。泣きそう、めっちゃいい。あ、嬉しい。泣かないで。でも疲れも言える店。あ、そんな褒めていただいてありがとうございます。あ、緊張しちゃった。あ、緊張しちゃったな。はい、そうですね。この歌はやっぱ冬になるとこの歌聴きたくなりますよね。あと All I Want for Christmas とか。さすが、ありがとうございます。電車で泣いてる人大変で、確かに電車でね、泣かないでいただいて、ちょっと、はい、すごく素敵、ありがとうございます。ブラボー、ブラボーってあります。ナイスです、ブラボー。僕も見てました、サッカー。今日、あ、そうだ、今日も0時にありますよ、コスタリカ戦。コスタリカ戦ですけど、僕も見たいと思います。何時ですか。はい、0時ですね。なので、はい、お母さんに、あんたトークポートを長引かしちゃダメよ、こんなんか今日あのワールドカップあるんやからって言われました。確かにと思って。はい、ありがとうございます。あ、そうですね、生でこうやってあの皆さんと皆さんに聞いていただけて嬉しいです、僕も。はい、次はですね、あの僕が去年クリスマスの歌を作ったんですけど、それを皆さんの前で歌えなくて、はい、ですが今年はもうちょっと気が早いですけどね、あのクリスマスの歌を歌いたいと思います。僕がそうですね、作りました。まあ、さっきの音源も作ったんですけど、はい、この音源も作ったので、ぜひはい、いや、これが一番緊張するかな、確かに。なんかちょっとね、初めて皆さんの前で歌うので、はい、よかったら聴いてください。お願いします。どうでしたでしょうか。あー、ちょっと緊張しましたね。うまく歌えてたかもわからないぐらい緊張しました。はい、あ、素敵、ありがとうございます。あー、はい、これはね、ベリーメリークリスマスっていう歌です。はい、はい、一足早いメリークリスマス、贅沢すぎる、ありがとう。あー、ありがとうございます、こちらこそ。はい、素敵です。あー、ありがとうございます、最高すぎました。あー、よかった、皆さんに気に入ってもらえたみたいで良かったです。小沢くんフォーエバー。ありがとうございます。はい、もしかして去年ちょっと歌ってくれたやつ。そうです、そうなんですよ、よく気づきましたね。去年 Very Merry Christmas、 ここら辺だけ歌ったんですよ。はい、それを今ワンコーラス
1年かけてワンコーラスになったという。おー、1年長長いよ。すごい、なんか好評ですね。あー嬉しい、ありがとうございます。はい、1年かけてのね、フラグ回収みたいな。はい、いつかねこの曲皆さんにこうちゃんと音源として届ける日がもしかしたら、あの好評だったら来るのかなみたいなね、いずれちょっと思ってます。はいはい、ありがとうございます。はい、でこれアーカイブも残るので、あのもし聴きたかったらぜひ皆さん YouTube ね見ていただけたらいいなと思います。はい、ということでもう緊張しなくなったな。だいぶ経ちますけど時間が。もう気楽ですね、もう歌が終わったので。うん、やっぱみんな皆さんの前で歌うことがやっぱ少ないじゃないですか、はいはい、なので緊張しますよね。だからもう余計ライブがすごく楽しみです、あの12月。あ、じゃあここで一旦ちょっとライブの告知します。12月もうパーっていっちゃいますね。12月27日に、ライブあります、宮下パークの。僕この前ねその会場ちょっと見に行ったんですよ。僕行ったんですけどすっごく綺麗でした。はい、なのでぜひね、多分距離も近い感じで見れると思うので、27日あのね年末ですけども、はい、よかったら遊びに来てください。そして12月29日こちらはクラブエイジアでスウィッシュかな、はい、あるので、あ、27日はトラックスだ、はい、東京トラックスで、29日がスウィッシュ、はい、はい、29日はねクラブエイジアで、あのね、なんか多分僕以外のなんかプロデュース101出身の子たちもいるみたいなので、はい、そちらは僕あの夜の部、はい、セカンドステージ、はい、ショーに出演するので、ぜひ皆さん遊びに来てください。はいはい、そして、1月16日、はい、は川崎チッタで、クラブチッタで、遊び足りないがあるので、そちらはねあの先輩のバズさんもいらっしゃるので、はい、もうすごくねなんか感慨深いですけどね、なんかね、ユーセは同い年なのでなんかいろいろ話したりもするんですけど、なんかはい、なんか初めて多分パフォーマンスを見せると思うので、まあ、身近な人たちにも、なのでちょっと緊張しておりますが、はい、そのライブに向けて頑張っていきたいと思っております。ぜひ皆さん実際に見たいなと思った方は遊びに来ていただければ嬉しいです。よろしくお願いします。27日かはと全部なんですけど、全部オリジナルでやるので、皆さん知らない曲ばかりだとは思うんですけど、まあノリで、まあなんとなくで乗ってくれたら嬉しいなと思っております。はいはい、あ、そうです、16日は俊介も出ます、皆さん、はい、クラブでのライブが初めてで浮いちゃうんじゃないかなと心配します。あ、多分大丈夫だと思いますよ。なんか結構温かい感じですよね。多分大丈夫だと思います。もう僕がいればまあ1対1だと思えばいいんで、はい、もう1対1なんで。なので僕と皆さんのステージですから自由に楽しみましょう。福岡でライブしてほしい、僕も福岡でライブしたいね。もうなんか親戚の集いみたいになりそうだけど、福岡でやるとでもしたいなと思っております。もはや4トン、確かにね、4トン韓国語です。そういうことですか。はい、4トン、分かってなかったです。テレビ通話のこうキュンってしたやつ。はいはいはい、だってはいはい、なのでぜひ皆さん遊びに来てください。そしてこのあと20時からですかね、トークポート、ビデオ通話あるので少し枠が余ってるみたいですよ。皆さんぜひ迷ってる方は
チケットを購入していただけたら嬉しいです。一緒に話しましょう。何話すかね、本当に。せっかくね、でもね、みんながなんかそうわざわざ買ってくれて、ビデオ通話できるから、もうなんか大切な時間にしたいですね。うん、世間話で終わったらなんかもったいなくない？まあまあ、まあ、それでもいいですけどね、僕は。けど、はい、みんなが喜んでもらえるようなイベントにしたいと思ってます。はい、何時だ、53分。わあ、もう佳境に来てますね。地方ライブ待ってますね。地方ライブできるように頑張りたいです。うん、資金力があればライブハウス貸し切って小沢くん呼ぶよ。ぜひ。直樹くん、はーい、はい、アウトカメラも OK でしょ。 OK でしょ。カメラの加工綺麗で、あ、そうなんですね。トークポート、あ、うん、健康に気をつけて暖かくして元気に冬を越すんやで。ありがとうございます。本当に頑張ります。風に気をつけて。でいつも僕冬で風邪ひいちゃうんですよ。いつも体調崩しちゃうんですよ。なんか季節の変わり目とか。でも暖かくして過ごそうと思います。皆さんも暖かくして過ごしてください。はい、こんばんは、今来ました。お返事ありがとう。こちらこそありがとう。こんばんは、今来ました。お、ありがとう。嬉しいな、誕生日。いつまでこれがね続くんでしょうね、誕生日配信って。あ、これから先ですか。うん、でもすごい、なんかでも2回目じゃないですか。なんか不思議です、めちゃくちゃ。なんか僕って事務所に所属初めてだし、ここだし、今まではこう1年ごと本当に状況が変わるというか、挑戦することも、まあ歌とダンスに関して挑戦はずっとしてきたんですけど、こう場所が変わるっていう感じがずっと続いてたんですよね。やっぱオーディション番組変わったりとか舞台やったりとかで、ね、東京にも、福岡だったしずっと、それから東京に出てきてみたいなのもあるし、なんかこう同じ場所にこうやってでできてるっていうのはなんかすごく嬉しいです。なんか感慨深いですね。はい、なので皆さんと一緒にいつまでも誕生日を祝えたらいいなと思っております。はい、静岡にも来てほしい。ん、温泉で疲れとって美味しいご飯食べて帰れるよ。あ、いいじゃん、絶対行く。絶対行く。静岡ってどこですか。ん、静岡、山梨。そう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 。あ、富士急だ。それは山梨。山梨。はい。いいですね。富士急行きたいですよ。え？富士急に行きたい。山梨。はい。静岡行きたいの。温泉いいですよね。温泉ね。日本チリ温地って言われてる。確かに。それは。来年も祝うよ。ありがとうございます。ありがとう。はい。これは、あともう少しですね。皆さん、なんかコメント最後は拾いまくって終わりたいと思います。そうね、まあ、いろんなとこ行きたいんですよね。24歳ですよね。もうあといったら25になっちゃって。一人旅する予定は。もう僕旅行好きなんですよ。だからもうか、あ、そうだ、今年韓国に絶対行きたいとは思ってます。パスポートを更新しなきゃいけないんですけど、はい、ね、コロナ前まではめちゃくちゃ行ってたんですけど、行けなくなっちゃってて、はい、なんかそうですね、タイミングを逃しまくってます。ジョーさんなんかね、もう いっぱい行ってますもんね。いっぱいっていうか、え、小池ちゃんそんな行ってるの。ジョーさんなんか
なんか行くって言ってた気がする。行ってないな。あれ？あれ？なので、いいなと思って、僕も行きたいなと思って、はい。ね、福岡からだったらめっちゃ近いんですけどね。でもなんかあんま飛行機代変わらないみたいです、調べたら。東京から行くの？うん。今、ね、なんか規制も緩くなってるみたいなんで行きたいなと思ってます。Many, many happy birthday! Bye, have your nice day! Happy birthday to you, Kim? Kim? Hot enough. まあ、まあ、誕生日おめでとうってことですね。ありがとうございます。ありがとうございます。韓国旅行 Vlog いいね。やりたいかも。うん。素敵な誕生日にしてください。ありがとうございます。ね、韓国 Vlog ね。韓国どこで何するの？うん。僕いつもホンデなんですよね。ホンデに行って、あと、南伝文市場とか、南伝文とか、トンデムンとか行ったりして、行って、いろんなもん買いたいと思ってます。僕は南大門で野菜ホットクを食べたいです。今一番誰にも伝わらないこれ。え、ちょっと韓国好きな人だったら分かる。そうですね。あとユッケとレバ刺し食べれますよ。へー、ユッケも食べれるし。でもこんなんできますけどね。一人で前行って朝10時にこんぐらいのユッケ食いました。こんぐらいのユッケとこんぐらいのレバ刺し出てきて、はい、迷い、もうそれはもうちょっと辛かったですね、朝から。はい、今日の夜ご飯はこれからですか？これからです。はい、でもちょっとね、昨日ファスティングしちゃったからちょっとあれですね、あんまお腹に悪いものは食えないっていうのがちょっとあります。YouTube 生配信旅行めちゃくちゃいるとこバレるやん。でもね、行きたいです行きたいです。はい、何時ですか？あ、もう19時になっちゃった。もうね、20時からトークポートはあるので、それの準備もあるので、はい、ここまでにしたいと思います。はい、今日はもうね、こんな1時間も皆さん、はい、こんな日中のね、夕方に、日中に、平日の夕方、大丈夫、大丈夫、はい、平日の夕方に皆さん見てくれてありがとうございました。はい、今日はね、歌も歌えて僕は満足です。この後のトークポート、皆さんと話せ、楽しい話をできるのを楽しみにしてます。はい、それでは24歳も皆さんと楽しい一年にできたらいいなと思っております。よろしくお願いいたします。はい、それではありがとうございました。また会おうね。バイバーイ。バイ。